また、切れてしまったのでもう一度載せみたいと思います。そうですね、この時はソフトバンクに契約するかウィルコムに契約するか迷っていた時期の記事です。今考えてみるとウィルコムにしなくてよかったなと思いました。ウィルコムは、ウィルコム PHS は通話の音声がいいというのですが、多少いいというぐらいであんまり差が出ているとは思えなかったんです。普通に携帯電話でも通話できますし、これもまた、もういいです、飛ばして、RPG 作るについてなんですが、95は作りやすかったです。といってもゲームを作るというまではいかなかったんですが、 RPG 作る2000になってから作り方が難しくなって、 XP も本当に難しくなってきました。ここも飛ばします。下の画像は、DC、ダイソン DC-08 です。この矢印が、非常に取りづらかったのが、この矢印、今なんか音がしたんですが、何だったんだろうかなと思っています。この音、音じゃない。この矢印です。これが上に来てと取りやすかったんです。これ今下にありますが、これが上に来てと取りやすいので、下だとすごい取りづらかったです。ダイソンの方に行って交換してもらいました。送料とか、交換費用は一切かかりませんでした。ダイソン DC-05 についてもまた、音声レビューを載せられればと思います。でまた、飛ばしてみたいと思います。ミラグジェットです。これは大きいキーボードといって、NHK で紹介していたキーボードでした。上と下画像が画像が上は荒くて下が綺麗なんですが、オリジナルのまま大きくしたのがこれで、サムネイム、小さい画像を無理やり引っ張ったのがこの画像です。という違いがあります。ミラクルジェットについてなんですが、DC-05 に付けられる取っ手がこういうふうにあります。これがなければ、DC-05 に、付けることはできません。そして DC-08 は、ここの部分の大きさが違うので、なんて言うんでしょう、鍵、爪で固定するようになっているので、DC-05 はそうはな、爪で固定はしないんですが、DC-08 だと爪で固定するので、これだと、入らないです。これですね。で、これはよく使っている、オリンパスのウルトラズーム C755 という、ここにありました。オリンパスの C755 ウルトラズームという機種です。自分がこの文字を入れたんですが、今やるとどうやったのかなと思いました。過去の記事を読んでいれば思い出すような気もするんですが、これはヒッチコックの最後の方の映画だと思います。この人が24に出ていた
国務長官の人です。この本は北野武さんの母親、北野咲さんについてです。これは非常に面白かったです。この本ではなくて北野勝さん、北野武さんのお兄さんが、言っていた言葉で、小さい頃お母さんが北野の家はできるんだというようなことを何度も何度も言うと、できた当たり前なんだというふうに考えた、マサルさんがそういうふうに考えた親が、北野家は何でもできるということを何度も何度もマサルさんに言うことによって、マサルさんもそれを信じたというようなことがこれに書いてあったような気がします。これは上の画像で文字を入れた、ここに文字が入っていますが、そのやり方をキャプチャーしたものです。5分連続で画像を使うと、もっとここの空欄を上げたいのですが、それがなかなかうまくいかないのです。これ一枚一枚この行間を開けたと思います。連続で貼ってしまうとここがくっついてしまうのです。入れてます。これももう今動画キャプチャーソフトのハンディカムがあるので、もう使うことはないかなと思います。今ちなみにまだ大丈夫ですね。まだ6分7分です。ざっとブログを紹介するのに結構こう時間がかかんだなと思いました。これを飛ばします。これも飛ばします。これは DC-05 のゴミ船の時の画像なんですが、お風呂場でやっていますが、お風呂場が暗くてうまく映っていません。DC-08 もゴミを捨てます。ゴミを捨てるときにダイソーの製品はどうしても弱点として音がうるさいのと、音がうるさいのとゴミ捨てが大変なのと排気の勢いがすごい。で、このゴミ捨てが一番のデメリットだと思います。 DC-12 とかは、そこが外れるようになっていますが、でもやっぱりホコリが舞ってしまうだろうなと思います。そういう時に新聞紙を水に濡らして、ビニールの袋の中に先に詰めておき、このゴミの中にも濡れた新聞紙を入れて、なるべくホコリを高校になってますが、ホコリを舞わないようにやっています。DC-05 だとゴミ、細かいホコリがついたところに黒いチリというかパウダーみたいなのがあるんですが、これがカーボンダストなのかなと思いました。という感じです。随分低いなと思います。今結構、日本に海外からインドネシアからか留学生が来ているのですが、問題は、試験に出て日本語の漢字が分かんない、介護の知識があるは日本語の漢字が分かんないので試験に受からないというような問題が今出てます。2010年3月ですが、ただ高校ではそういったことは書いてないのかなと思いました。あ、これは箱青色大王道の特許ですね。200国の地方が出したというんですが、結局これはもう日本から技術者がいなくなるために200国と一定で交際で結局否決されるというような感じかなと思いました。ここにも少し書いてあります。